フルエムネンに取り憑かれているのかもしれない。PC の速度がこの3倍くらいになれば、このプログラムも日の目を見ただろうに。これは重くて使い物にならない。その、3倍どころか300倍くらいになった今そのプログラムは意味を持つか?という?それはない。プログラム言語も環境も変わってしまい当時の夢はもはやどこにもない。求めていたのは、あのまま、速度だけが3倍になった環境、だ。その程度がなぜ、そういう、生きているけど死んだもの、が、運営側に取り付いてしまったと言うべきなのか。無意味さに笑う、そんな追求動画の、向こうに薄ら感じる、狂気。ノイマン型とユーロ型の、どっちが良い?音?そんな追求は意味がないが。知りたいのは、構造、だ。結論で、現実そのものを制御する方法それはどこ?